ユマティラ軍はアメリカ合衆国オレゴン州に属す軍である。軍名はユマティラ側に由来する。2000年の時点における人口は7546人であった。軍庁所在地はペンドルトン。最大都市はハーミストン。ペンドルトン・ハーミストン小都市統計地域の一部を形成している。 1862年9月27日、ユマティラ軍が、ワスコ軍の一部から分離して成立した。その後、グラント軍、モロー軍、ユニオン軍、ワラワ軍の成立を受けて、ユマティラ軍の境界は繰り返し調整が行われた。またこの法的措置により、一時的ではあったが、マーシャルステーションに軍長が置かれた。1865年に、 軍庁所在地を採決する投票が行われ、ユマティラシティが軍庁所在地に選ばれた。小麦農業が発展すると人口は軍の北部及び東部に傾いたため、その後の1868年の投票の結果、ユマティラ軍の軍庁所在地はペンドルトンに変更された。1855年、わらわら条約により、ユマティラインディアン居留地が設立した。 ペンドルトンのすぐ南西に位置する、この居留地に、ユマテラ族、ワラワラ族、カイユース族が住まわされた。2004年2月4日、アメリカ合衆国内で、最大規模の Wi-Fi ワイドエリアネットワークとなる EG ワイヤレスオブハーマス店が正式に開設した。この案がカバーする地域は、ユマテラ郡、モロー群、ワシントン州ベントン郡に及んでいる。現地の警察、 消防署、救命士が、ユマティラ・ケミカルデポでの事故やテロ攻撃に即座に対応できるように創設されたものであったが、このネットワークは一部の地域から無料でアクセスすることが可能になっている。1862年にゴールドラッシュが起こると、多くの鉱山労働者と畜産業者は、ユマティラ群の山々や草原を目指した。 1881年の鉄道開通による刺激も、そう知り、ユマティラの乾燥した土壌に小麦栽培が発展した。灌漑用水は、地域経済の多様化と成長の鍵となった。最近では、ハーミストンでメロンなどの栽培が行われている。一年に一度ペンドルトンで開催されるロベオ、ペンドルトンラウンドアップは、ユマティラ軍の重要な観光資源となっている。ユマティラ軍で、 週刊高速道路84号線と末景貯水地を望む。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、ユマティラ軍の総面積は8369平方キロメートルで、そのうち8327平方キロメートルが陸地41平方キロメートルが水面である。法人市非法人地域及び国勢調査指定地域。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。